鹿児島市交通局線系電車は2002年に営業運転を開始した鹿児島市交通局の路面電車車両である。愛称はユートラム。アルナ後期及び同社から事業を継承したアルナ車両の設計、製造による日本初の国産超低床路面電車である。アルナ後期でリトルダンサー A3 と発表されていた形式で、 客室車体を運転室車体の間にフローティングした三車体連接構造である。台車は車端に寄せられた上、運転室車体に固定されており、独自に回転しない固定構造となっている。行き先表示器は、鹿児島市電発の LED 式を採用した。車内は、型持ち式、ロングシートとなっており、 うちに箇所を折りたたみ式座席として車椅子スペースを確保できるようにしている。また、液晶テレビも取り付けられており、広告映像などを放映している。運転台機器は、右手操作式、ワンハンドルマスコンである。パンタグラフは、9700型で採用した、シングルアーム型が1機、C 車体に搭載されている。制御装置は 2140K 以来の、 VVVF インバータ制御となり、素子は従来の GTO サイリスタに代わって、イグブトを鹿児島市交通局の車両としては初めて採用した。通常は床下に搭載される制御機器などは、C 車体が超低小構造になっていることから、屋根上に搭載されている。なお、車体は伝説構造であるが登録上は3車体で1両で、ある。2001年冬。 一時車の1011から1013が登場した。翌2002年1月15日から運行を開始する。2003年には、鹿児島市交通局の車両発の鉄道ともの、カイローレル賞を受賞した。2004年には定員を一時車の55人から58人に増やした増備車の1014から1016が登場した。線形の乗降拠地は、 車体の端にそれぞれ一致しているという構造から、特に乗車口に関して混み合っているとき乗りにくく、利用客から改善を求められていた。これを受け、乗車口を1メートルほど中央寄りに移す改良が、された三次車の1017から1019が2005年に、登場している。2007年からは、5車体連接車の7000型が登場したため、線形の投入は終了した。 なお2010年からは、1015に初の全面広告車も登場している。7000系、7500型とともに固定運用となっており、各停留所の時刻表に表記されているほか、ホームページでも確認することができる。2014年4月22日2014がバスと接触、脱線する事故が発生し、修繕のため運用から外れていたが、現在は、 運用に復帰している。2018年6月26日から7月18日まで100系のダイソーとして観光電車の運用についた。愛称のユートラムはユートラム、ユートラム、ユートラム、トモトラム、ユートラムから取ったものであり、一般公募で選出されたものである。ありがとうございます。